もし本当に小泉進次郎が総理大臣になっていたらどうなっていたのか。まず小泉進次郎さんは今回の総裁選でもともと一番の有力候補と言われ、特に元首相である菅さんバックアップのもと注目を集め、まあ結局ね石破さんに敗れたわけですけども、もしあのまま進次郎さんが受かってたら3つの観点で自民党がだいぶ変わってしまっていたと言われてるんですよ。これまず1つ目っていうのが、今よりも米国の犬になるということでして、これはお父さんである小泉純一郎元総理も一致している部分になるのですが、そもそも進次郎さんは日本を代表する親米家として、まあ例えばトランプ元大統領がまた次当選した場合、日本から米軍撤退するとか、日本の車や電化製品に関税をたくさんかけるぞと言われてるので、進次郎さんはね日米関係が離れていかないように、どちらかというとアメリカに少し有利な法案っていうのも通していくと考えられております。そして二つ目の大変化が老害削除という点でして、今現状自民党を操っているのはキングメーカーと言われる麻生太郎さんや二階元幹事長なわけですよ。しかしね、進次郎さんっていうのは意外なことにずっと無派閥で貫き、優秀な若者が少しでも政治に目を向け一緒に自民党を作り上げられたらという強い意志があるので、大臣クラスに30代40代を配置し、逆に75歳以上とかになった人は大事なポジションから排除すると言われております。そしてね、最後の変化っていうのが大副業社会にしていくという部分でして、進次郎さんっていうのはライドシェアの解禁や法人税の引き下げ、そしてベンチャー企業への助成金アップなど、まあ進次郎さんのねお子さんがまだ小さいということもあり、この子たちが大人になった日本社会が少しでも世界で活躍する企業や一人一人の収入が高い状態を目指したいとで考えているので、稼ぎやすい社会にはなると言われてるんですよ。まあこれ全部綺麗事に聞こえてしまうのも、結局は自民党内からの反対や野党の暴論、そしてそもそも進次郎公文として国民にバカにされてる節っていうのがあるので、まあね石破さんのような重鎮感が出てくるようになれば、将来進次郎さんが当選することも結構高いんじゃないかなと考えられております。さあ一体どうなっていくのでしょうか。ごちそうさまでした。